Hello, allerseits. Ich bin Thomas. こんにちは、皆さん。Thomas です。今日もドイツ語を一緒に学んでいきましょう。今回のテーマは時計の読み方です。日本の大学で26年間ドイツ語を教えていきましたが、遅刻の言い方が苦手な学生はとっても多かったです。日本語の言い方と若干違うからですね。今回は上基礎編です。1時、2時などの言い方と、1時30分、そして1時半などの3種類の言い方を完全にマスターしていきましょう。15分、45分、何分前、何分後などの言い方は別の動画で説明する予定です。ちなみに、ドイツ語で数字の言い方を忘れてしまった方は復習しておいてください。数字できないと時計はとんでもない化け物になりますから。以前の数字1から30まではね、動画を作成しました。概要欄にアドレスを貼っておきますので、後で参考にしてください。1C のようにも笑っちゃう。笑っちゃうよ。1C のように、ちょうど0分の場合には、数字の後にウオをつけるだけですね。ただ、1字だけは要注意です。1はドイツ語で eins と s が入りますが、後に u を言うときには、eins に s はつけません。ein u を、ein u をですね。2時以降はそのまま言って大丈夫です。では、読みます。zwei u を、zwei u を、drei u を、drei u を、vier u を、vier u を、fünf u を、fünf u を、6 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 12 Uhr. 何時30分という場合、ウオの後に30のドイツ語30を言うだけです。分を表すドイツ語、ミニュートンは言わなくて大丈夫です。1 Uhr 30, 2 Uhr 30, 3 Uhr 30, 4 Uhr 30, 5 Uhr 30, 6 Uhr 30, 7 Uhr 30, 8 Uhr 30, 9 Uhr 30, 10 Uhr 30, 11 Uhr 30, 12 Uhr 30.日本語で30分のことを半とも言いますよね。例えば、日本語では2時30分を2時半とも言います。先に2時、そして半と言います。これは2時から30分過ぎことを表しています。日本語では2時30分は2時台になるのですよね。ドイツ語でも何時半の言い方は普段の会話でよく使います。ドイツ語では、半分という意味の halb を使います。ここで要注意です。ドイツ語では、2時半のことを3時になるまであと30分かかります。という考え方ですね。30分は日本語では2時台。ドイツ語では3時台ですね。そして、ドイツ語では、先に halb と言い、その後で時間と言います。つまり、2時半はドイツ語で halb drei と言います。それでは、1時半から順番にドイツ語で言ってみます。halb zwei, halb drei, halb vier, halb fünf, halb sechs, halb sieben, halb acht, halb neun, halb zehn,halb elf, halb zwölf. 12時半は halb eins になります。この場合は、eins の最後の s もつけてくださいね。さて、今回の動画はいかがでしたか？今回は時計の読み方、超基礎編をやりました。1時、2時などの言い方と、1時30分、そして1時半などの3種類の言い方を学習しました。15分、45分、何分前、何分後などの言い方は
別の動画で説明いたします。それもぜひ見てくださいね。それにしても、言語によって時計の見方が違うなんて面白いですよね。頭の体操にもなると思うよ。最後までご視聴くださりどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。チュース、ビスネス、バイバイ。